インフラ系の SE です。大手メーカーの受注したインフラ構築案件に携わることが多いんですが、どのメーカーも例外なく PM が不正に使つもの、いい加減な仕事っぷりで PJ 管理もまともにやらずリリース後に大炎上といった感じに見れます。このままでは日本中クソシステムだらけになりますが、なんとかならないんでしょうかなりません。うんなんかその、いや、日本中クソシステムだらけなのは、それが普通だからなんですよね。要はその、 あの、クソシステムが珍しかったら、あの、クソシステムやる会社おかしいよねってなるんですけど、あの、クソシステムだらけすぎて、クソシステム普通っていうので責めないんですよ。その、ココアっていうあの、コロナウイルスなんか接触あの、感知アプリってあるじゃないですか。で、あれがそのアンドロイドで3ヶ月動いてませんでしたとかって、でもあれにもなんか数億円お金かかってるんですよね。で、その、まともなエンジニア一人でもいたら、 チェックしてると思うんですよ。その、アンドロイドのバージョンが上がりましたって言ったら、あの、実機で回して、はいはいはいってチェックするとかっていう、そういうチェックリストを作ると思うんですよ。で、それすらもしないし、最近だと、あの、なんか、海外から来るオリンピック観光客向けアプリ73億円みたいなやつが、なぜか発注止められないらしいんですよね。要は、もうあの、海外から旅行客、オリンピック来ないことが確定したのに、発注止められないっていう。要はその、 発注の仕方が間違ってて、いらなくなったのに止められないっておかしいじゃないですか。その、動いてた分の人件費に関しては払いますよ。それはあありだと思うんですよね。その、こういうアプリ必要だっていうので、じゃあその、人が動いたから、そこの分の人件払いますよと。なので、じゃあその、今までの人件費として、じゃあ5億円使ったら5億円払いますと分かるんですけど、もう誰も使わないって分かってるのに、73億円丸々ずそのまま使おうとしてるんですよね。いやいやおかしいでしょっていうので、で、あれって、 その、そういう契約をしちゃってる契約元が悪いんですよ。要はその、いらんものっていらんって分かったら、契約いつでも切るぜっていう形で契約しなきゃいけないのに、そういう契約をしないのが当たり前になってて、で、国でもそうだし、じゃあその、なんかセブンペイみたいなのもそうなので、なのでその、ある程度その契約をする側っていうのはシステムをどうやって作るかとか、契約書をどうやって作るかっていうのにちゃんと頭を回さなきゃいけないんですけど、 残念ながらあの日本って頭の良くない人がトップを張ることが多いので、なのでそのセブンペイみたいなトラブルがあったり、その今回のココアだったりとか、その73億円かかるオリンピック海外旅行客アプリみたいなのが何の問題もなく進んじゃうんですよね。なのであの、有能ではない人がトップにいたとしてもそれが問題だと思わないっていうのが割と日本のよくあることなので、まあちょっと前だとあの、IT 担当大臣っていう人があのパソコンを触ったことがありませんみたいな。 反抗議連会長でしたみたいな人がやったりするので、でもそれも別にあの問題だと思わないから、それを大事にするんですよね。っていうのがあるので、まあそういう国なんじゃないのっていうので僕はそこら辺は諦めてますね。はい。